2014年4月2日、愛知県の三菱重工業飛島工場で H2A ロケット24号機の小亜機体が公開されました。公開された24号機は陸域観測技術衛星第一2号を搭載し、5月24日12時5分から20分の間に鹿児島県の種子島宇宙センターで打ち上げが行われる予定です。1段目の全長は約30メートル、重量は約12トンで、ロケット本体は前回の23号機と比べ変更はありません。今見えているのはロケット上部のタンクから液体酸素を送るパイプで、1秒間に190リットルの液体酸素がエンジンに運ばれます。液体水素のタンクはロケット下側にあるため、パイプはロケット内部にあり、1秒間に540リットルがエンジンに送られます。ロケット本体のオレンジ色の断熱材で、色の濃い部分はロケット側面に取り付けられる SRBA 固体補助ブースターを分離する際に火炎を受けることから、耐熱性の強い材質が使用されています。断熱材はスプレーで吹き付けてあり、施工後規定の厚さに削って仕上げます。クリーム色の接合部を挟んで、上側の液体酸素タンク部で表面を削った面を多く見ることができます。2段目も23号機から変更はなく、全長は約11メートル、重量は約 2.6 トンです。受注の詳細についてはあの特にお答えできしかねるところはありますけれども、我々としてはできるだけその一つの衛星を運ぶ単価よりは、2つ運んでそれぞれの単価を下がった方がいいということで、見つけるものは見つけたいとはもちろん思っております。ただお客様によってはですね、そのデュアルロンチというのは一般的に申しますと、同じ時期に同じような軌道に打ってほしいという衛星を揃えない限りは成り立たないんですね。でそうするとお客様にとっては、その多少高くてもそのシングルロンチで自分 の, その一番適切な軌道に一番打ちたい時期にとにかく打ってくれというご要請も非常に強いお客様もございますので、必ずそのデュアルロンチをその接合されておられる方ばかりではございませんから、そういったところを睨みながら我々としては営業活動をしているということです。厳密にはちょっとお答えしにくいんですけれども、その1年だけでも断面で切りますと、H2A、H2B、基本的には H2A 3機、H2B 1機が、平準的な生産を行った場合の生産能力だというふうに思っていただければよろしいかと思います。でただ今年度は今お話ありましたね、少し多めでございまして、当然我々としては早めに作りだめをしたりですね、そういったようなことをしながら、その能力的いっぱいを使いながら今